はい、皆さんおはようございます。おはようございます。今日はですね、ここにあるように飛び込もうクラウドネイティブの世界というタイトルで講演の方させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、でちなみに皆さん、早速お聞きしたいんですけども、皆さんクラウドネイティブできてますか？できてるという方手を挙げてみてください。お、あ、でも数人いらっしゃる。はい、まあ上げづらいよね、それは分かって聞いたんですけども、本当にね、ちょっとクラウドネイティブってまだできてないなとか、いや、そもそもクラウドネイティブって何よみたいな思ってる方は、ぜひ今日のこの発表を聞いていただけたらなと思っています。で、さっき手挙げていただいたね、もう俺はクラウドネイティブできてるぜっていう方、それはもうぜひ続けてほしいと思っています。ただ今日今からお話しする内容はですね、まあ、できてる方々ができてない方々に向けて、いや、クラウドネイティブってこういうふうにいいんだよみたいな話をするときの、まあ、説明のね、仕方の一つになるかもしれないので、まあ、そういった観点で聞いていただければなと思っています。はい、ということで、まあ、そんな偉そうなことを言うお前は何者だっていう話なんですけども、まあ、私今日のキーノートのこうやって人がいる中で一人だけ人間じゃないんですけども、ペンギンアイコンでね、登録させてもらってて、このペンギンアイコン20年ぐらい使ってて、もうなんか変えると誰みたいになっちゃうんで、ちょっと使い続けてるんですけど、私草間と申します。ピボタルっていう会社で普段働いておりまして、ソリューションアーキテクトっていう仕事をやっています。で、アットマークジャコペンっていう名前、ハンドルネームで、まあ、ツイッター等々で活動しておりますので、まあ、見かけたときはよろしくお願いいたします。で、そうですね、さっき鈴木さんの方から少し紹介あったんですけども、今年の7月にクラウドネイティブデイズ東京っていうイベントが開催されます。で、ここでですね、クーバネテス界隈で非常に有名な青山さんと一緒にですね、コーチェアという形で町山の方をやらせてもらう予定になっています。で、コミュニティ活動として日本クラウドファウンドリーグループっていうところとか、あとパース勉強会っていうやつとか、あとクラウドネイティブディープダイブっていう勉強会も最近始めました。まあ、こういった3つのコミュニティのオーガナイザーもやっています。で、特にそのクラウドファウンドリーで皆さんご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけども、これオープンソースのパースなんですね。で、私なんだかんだでこいつに8年ぐらい関わってまして、まあ、クラウドネイティブみたいな話が出てくる前からやってます。まあ、そういった意味で、こうやってクラウドの業界ちょっと長く見てる人間の目線として、今日のお話っていうのをさせていただけたらなというふうに思っています。はい、じゃあ早速始めていきたいんですけども、クラウドネイティブとは何か、ね、クラウドネイティブの何か、クラウドネイティブとはまずコンテナですよねみたいな、ドッカー使ってる方多いですよね、多いですよね。はい、まあ、ドッカー便利だと思います。クラウドネイティブはコンテナです。で、さらに言うとクラウドネイティブとはクーバネイティスですみたいな、コンテナをクーバネイティスでいろんな、ね、クラスターに配置して、まあ、便利に使いましょうみたいなのがクーバネイティス、クラウドネイティブです。さらに言うと、そのクーバネイティスをうまく使うためにモノリシックなアプリケーションをマイクロサービスとして配置していきましょうと、これがクーバネイティス、これがクラウドネイティブですと、っていうような説明、今まで皆さん見聞きしたことはありません？ね、クラウドネイティブとは何みたいな説明で、こういった説明、なんかピヨピヨ出てて邪魔だね、はい、こういった説明今まで見聞きした方いらっしゃるんじゃないかなと思います。はい、ただこれって本当にそうなんでしょうか。実はこれ間違ってはないんですね。間違ったことは言ってないんですよ。ただこの中にもね、アプリケーションの開発者結構来ていただいてるんじゃないかなと思います。で、まあ、大きな会社に勤めている方から小さな会社に勤めている方、いろんな方いらっしゃるんじゃないかなって思うんですけども、例えばもしあなたが、まあ、PHP とか Ruby とかでね、まあ、小規模なアプリケーションの開発者だったとしますと、でそんな時にクラウドネイティブとはもうマイクロサービスであるみたいな言い方をされた時にどう思いますかと。自分であれば、いや関係ないやと、自分には関係ない技術だみたいに考えるなと思うんですよ。そんな印象を抱いたことある方っていらっしゃったりしないですかね。ね、じゃあクラウドネイティブは本当にそのマイクロサービスを実践するような大規模なところにしか意味のない考え方なんでしょうか。僕はそうは思わないんですね。なので今日はですね、
クラウドネイティブは規模に関係なく全ての人にメリットのあるものだと考えています。そのあたりがなぜかという話をしていきたいと思います。はい、ということで、クラウドネイティブとはという話をしてきたんで、正式な定義みたいなものを持ってきました。これは CNCF が出している定義なんですけども、こういった定義がありますと。クラウドネイティブ技術は長いんで読み上げるかどうかあれなんですけど、いろんなクラウドの環境、近代的でダイナミックな環境上でスケーラブルなアプリケーションを構築実行するための能力を組織にもたらしますみたいな定義があります。ちょっとパッとねピンときづらいかもしれないんですけども、ちょっと一つ一つ見ていきましょうか。まずここの部分ですね。ここうにょうにょっと書いてますけど、要は僕らが今まで言ってきたクラウドっていうものを指していると考えていいと思います。じゃあクラウドって何か、クラウドってどういうものだっけそもそも。ということでクラウドって何みたいなものを持ってきたんですけども、これはニストっていう団体がね、8年7年ぐらい前かなに公表したクラウドコンピューティングの定義です。オンデマンドセルフサービス、幅広いネットワークアクセス、リソースを共有してスピーディーな拡張性があって、さらに計測可能で、こういった定義をニストっていう団体が出しているんですね。これもまずちょっとピンときづらいかもしれません。もうちょっと分かりやすい言葉でメリットっていう形で表現してみると、こんな感じになるんじゃないかなっていうふうに思います。使った分だけ課金しますよねとか、初期費用すごく安くて済みますよねとか、でリソース調達もすごく早くできます、サーバーすぐにできます、でスケールがしやすい、ね、困ったらちょっとスケールアップするとか、あとは運用を肩代わりしてくれるとか、こういったところをクラウドのメリットとして感じて皆さん使われているんじゃないでしょうか。ここ特に違和感ないですよね。はい、ということでこのあたりのメリットを生かすために、今までクラウド移行、オンプレからクラウドに移行しましょうとか、あるいは最初からクラウド前提で設計するクラウドファーストっていう考え方もありました。はいね、じゃあこういった今挙げたようなこれクラウドのメリット、これってクラウドの本質って言えるんでしょうか。言えると言ってもいいとは思います。ただ僕がもし一言でクラウドの本質って何って聞かれたら、僕はこう答えたいと思っています。クラウドは人間をエンフォースすると。実はこれ私の言葉じゃなくて自分の先輩が使ってた言葉で、めちゃくちゃいいなと思って持ってきたんですけども、そうクラウドっていうのは人間を強化する技術なんですね。今までのオンプレの世界だと、例えば何かものをリリースしたいと思ったとき、サーバーを調達して OS を設定して、でミドルウェアを設定して、でストレージとかも設定して、ソフトウェアをデプロイして、その他いろんな設定をやって、初めて世の中にそのサービスが出せたわけですよね。でそれをみんな人力でやってたわけですよ。これをじゃあクラウドに置き換えるとどうなったかというと、こんな感じになったわけですよね。例えばそのサーバー払い出すところなんかはクラウドを使うことによってめちゃくちゃ効率化されました、簡単にできるようになりましたと。で、大体 OS なんかもうまくできてますよねって。でそれに対して自分でミドルウェアの設定をしたりとか、ソフトウェアのデプロイやったりとか、ただネットワークとかストレージなんかはやっぱりこれもクラウドでうまいことやってくれるんで、だいぶ効率化しますよねって。ということで、いろんなところがクラウドによって助けられて便利な世界になってきました。これが現状のクラウドだと思っています。皆さんも実践されているところ多いと思います。はい、というわけでこんなイメージですかね、絵にするとね。人間がとても便利なツールを両手に持った状態、これが現在のクラウドなんじゃないかなって思うんですよ。とても便利になったと思います。自分もこの10年間でクラウド見てきて、その10年間ですごく良くなったなって思ってます。ただここの絵、さっき良くなったねって言ったんですけども、実は問題点もあると思っています。何だと思います？問題点、簡単になったから早くなったからいいんじゃないかって思うかもしれないんですけど、問題点があります。何でしょう？こんな数字見たことある方いらっしゃいますかね。これいろんなかかる時間を表した図なんですけども、例えばコンピューターの世界でその L1 キャッシュにアクセスする時間ってたったの 0.5 ナノセカンドなんですね。あるいは 1GBps で 1KB 送信するのにかかる時間って、大体1万ナノセカンドなんで、10マイクロセカンドですかね。通信という意味でカリフォルニアとオランダの間で通信が1往復するのにかかる時間っていうのは、大体150ミリセカンドくらいかかるっていうふうに言われていますと。要はコンピューターの世界っていうのはナノセカンドだったりマイクロだったり、ミリセカンドっていうようなものすごい短い時間でいろいろ処理をしているっていうような、意味で今回ちょっと取り上げています。でにもかかわらず、皆さんがもし会社とか上司とかの許可を取ってサーバー1台
作りたいって思った時にかかる時間ってどのくらいかというとこのぐらいなんですよ。桁が違う、桁が違うどころか6桁違う、ね、そう。人間が関わるだけでそのかかる時間の桁のオーダーってもうね何万倍になっちゃうわけですね。なのでさっきの絵で言うとここの、ね、問題点って何かというとこいつらなんですよ。この人間っていうのがボトルネックなんですね。ミリセカンドとかマイクロとかそんな世界で、ね、人間が間に挟まるそれ自体がボトルネックなんですよ。これが問題点なんですね。そう、なんでこういうことが起きちゃうかというとさっきの絵でもあったんですけども既存のオンプレとかの仕組みをクラウド化しようっていうこの考え方なんで一部だけを便利なものに置き換えようという考え方をするとそのところどころに間に人間が挟まるっていうところって排除できないんですよ、ね、クラウドの本当のメリットを得るためにはそもそもその思考から脱却しなきゃいけません。それをやって初めて根本的な改革になると、ね、さっきこういう絵を出しました、ね、この絵だとクラウドを便利な道具として使っていました。ただそうじゃないんです。根本から変わらなきゃいけない。なんでこうじゃなくてこうなんですよ。僕らはこうならなきゃいけない。これがクラウドネイティブなんだと思っています、ね、こうです、ね、そう面白い話なんですけどもさっきクラウドのメリットって人間を強化するっていう表現をしたんですけども人間が強化されるには人間が生身使っちゃダメだと思うんですね。生身を使うんではなくってもうクラウドに乗っかってしまうとそのクラウドって概念自体にも人間が乗っかってしまう生身を破棄するぐらいの考え方にならなきゃいけないとそういった意味でさっき の, この絵を出したんですけど もうこれがまさにクラウドネイティブだと思っています。たださっきの絵だとなんかものすごい大変なように見えてしまうかもしれないんですけども幸いなことにクラウドネイティブ実践していくのはそんなに難しいことではないですしものすごいテクノロジーがいるわけではありませんと。クラウドネイティブやるのに、まあ、ミノフスキー粒子みたいなものはいらない。何をすればっていいかというと、まあ、今まで自分たちがやってるサイクルの中でそれぞれ人間が関わって非効率になっているところがありますよねとこういうところをどん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 変えていきましょうそういう考えを持てばいいというふうに思っています。一例なんですけどもCI、コンティニアスインテグレーション。これ、自動でテストを回すみたいな捉え方している方も多いと思うんですけども、さっきの文脈に乗せて言い換えるとすると、これって繰り返し行うテストから人間っていう存在を、まあ、排除っていうとちょっとね、穏やかじゃないんで、ちょっと言い方をね、マイルドにして、まあ、人間の関与をなくす、減らしていくっていうのが CI なんだと思っています。デリバリーに関しても同じことが言えますね。繰り返し必要になるデリバリーから人間の関与を減らしていくと、これが CD によるメリット。さらに構築とかでもね、結構ね、手順書とか見ながら皆さんされてる方も多いんじゃないかなと思うんですけども、やっぱここも人間関わってるからダメです。このあたりはインフラストラクチャーズコードみたいな考え方を活用して、ここも人間の関わりを減らしていきましょう。もう一個、オーケストレーションですね。サーバーが複数台あったときに、じゃあここは空いてるから、ここに新しいソフト、サービス立ち上げようみたいな、まあ、人力での、ね、ワークロードの分散みたいにやら、オンプレだとやってると思うんですけども、こういったものもやっぱり自動化していくべきですと、コンテナなりなんなりのオーケストレーターを用いて、そのあたりも自動化していって、人の関与を減らしていきましょう。じゃあ今まではどっちかというとその開発目線の話をしてきたんですけども、じゃあ運用という意味ではどうでしょうか。東京の方でですね、ノープスミートアップっていうイベントをされている方がいらっしゃいまして、まあ、そこのスライドからちょっと1枚持ってきたんですけども、その彼らはそのノープスっていう考え方を、まあ、アンコンフォーダブルオプス、要はその運用から嬉しくないところをなくしていくと、それがノーオプスっていう言い方をしてまして、これ非常にいいなと思ったんですね。そう、なんで運用は嬉しくないかっていうと、まあ私もね、ずっと運用に関わってきた人間なんで、まあ、運用で嬉しくないことをすごくは、ね、よく実感しました。ね、普段運用してるのもサーバーが落ちたりとか、ネットワークが障害を起こしたりとか、ストレージが障害を起こしたりとか、まあとにかく嬉しくないことっていっぱい起きます。でそれに対して対処するために大量のログをチェックしたりとか、まあ、そういうことをやらなきゃいけなかったんですね。でしかもそれが昼間だけだったらいいんだけども、夜中でも寝てる間でも関わらず起きてしまうと。で
こういうのを人が対処するから嬉しくないんですよね。そう、嬉しくないと思うのは誰かってやっぱ人間なんですよ。人間がやるから嬉しくないっていうふうに思っちゃう、ね、あのかつてのサッカーの名プレイヤーであり名監督であるヨハン・クライフっていう人がねいるんですけども、その人がこういうボールを走らせろボールは疲れないっていう名言を残しているんです。まあ、この人はまあショートパスによるね、あの斬新すごい先進的なサッカーで、まあ、あの世界中をね圧巻した人なんですけども、まあ、この人の名言を借りて言うんであれば、これからの世界やっぱりクラウドを走らせろと、クラウドは疲れない、こういう考え方でやっていくべきなのかなというふうに思っています。そう、じゃあクラウドを走らせるって何かというと、そこもねプラットフォームっていう考え方で、まあ、あの自動的に自己復旧能力を持つ、セルフヒーリング能力を持つプラットフォームを選ぶとかで、あとあのインフライトリニューイングってありますけど、これはまあ動かしながらスケールアップとかスケールダウンとかできる、こういった動かしながら更新ができるようなプラットフォームを選ぶで、さらに最後アダプティブスケールってあるんですけども、自律的なスケールですね、まあ、オートスケールみたいな言い方もしますけども、まあ、自動的に負荷に応じて自律的にスケールしたり、あスケールアウトしたりスケールインしたりする、まあ、そういった仕組みを使って嬉しいところをなくしていく、こういった考えを取り入れていくのが必要なんじゃないかなって思います。はい、ということで今まで5つの考え方バーッと書きましたけども、これら5つの概念を例えばこういうやり方で対処できないでしょうか。例えば CI のところにコンテナ使いましょうと、なら並列でバーッと動かせますし、非常に簡単にねプロセス起動して高速にテストすることができますと。デリバリーのところもコンテナイメージを使えば一度テストして確認したものをそのまま本番環境に持っていきますと、まあ、環境差分なく、ね、デリバリーができますよねとか、でインフラストラクチャーズコードのところは例えば必要なリソース構成情報を全部マニフェストに書いてしまってデプロイするとか、オーケストレーションというところで、まあ、それはまあコンテナを使ってねうまいことオーケストレーションしてくれるようなツールを使うと、あとコンテナ最後のねあの回復力っていうところでは、まあ、それもコンテナオーケストレーターで、まあ、コンテナ使ってるんで、まあ、起動が早いんで、まあ、何かバーンと落ちるようなことがあってもすぐに復旧できますよねと。ということでコンテナとこういったオーケストレーター的なものを使えばさっき出た5つの課題ってうまくできるんじゃないかなと。ということで、まあ、こいつが出てくると。そう、現状さっき話したようないろんな課題っていうのをうまく解決してくれているのは Kubernetes であることは間違いないんですね。ただクラウドネイティブっていう話において、まあ、ちょっと繰り返しになりますけども、クラウドネイティブは別に Kubernetes を採用することがクラウドネイティブではないんですね。あくまでも目的っていうのは人の関与を減らしていってアウトプットを最大化すること、これが目的です。なのでこの目的が達成できるんであれば別にKubernetes でなくてもいいわけなんですよ。例えばサーバーレス使うとか、例えばパースを使って全部任せてしまうっていう方法もあります。あるいはいろんなねあのクラウドベンダーが出しているマネージドサービスを使っていただいてもいいと思います。あの規模に合わせた適切なサービスとかあのプラットフォームが出てますので、それを状況に合わせて選択していただければ良いです。まあ、それをやっていただく、それをやっていただければクラウドネイティブという方向に向かっていけると思います。でもう一個、まあ、冒頭にも話したけどマイクロサービスはじゃあどうなの、まあ、散々ちょっと人間をねディスってきたんですけども、ね、人間ボトルネックになってきて辛いっていう話はしたんですけども、価値を生み出すっていうことは人間にしかできないんですね。いいサービスを作れるのは人間だけなんですよ。ただある程度の規模、サービスが膨れてある程度の規模になってくるとシステム的にも組織的にもうまくいかなくなってくるというポイントが必ず出てくるんですね。やっぱり人間ダメじゃんって感じなんですけども、まあ、そこら辺をうまく乗り越える方法論の一つがマイクロサービスっていうふうに考えています。ただマイクロサービスに関して言うと今後ねこの後キーノートでもそうですし各セッションですごくいい発表が予定されていますので、詳細なところとか事例はそっちの方を参考にしていただいた方がいいと思うんですけども、まあ、そういったマイクロサービスでいろんなそういった組織とか
システムの壁を乗り越えよう、でさらにその基盤をうまく支えるためにはオブザーバビリティという概念が出てきてたりとか、サービスメッシュとか分散トレーシングみたいなツールが出てきていたりとか、まあそういうのが現状です。で、まあ繰り返しになりますけども、マイクロサービスイコールクラウドネイティブではないです。で導入することによって、まあ、さっきやったようなボトルネックが解消されるんであれば積極的にやっぱ導入していくべきだと思います。ただ規模とか状況に応じて、まあ、必ずしもそうでもないこともあると思っています。それによって逆にボトルネックになる可能性もあるんで、であれば無理に導入する必要はないというのが私の考え方です。はい、ちょっとまとめていき、ちょっとまとめに入っていきたいんですけども、今までお話ししてきた中で、まあ、重要なこと、ね、まあ、Docker を入れるとか Kubernetes 入れる、それがイコールクラウドネイティブではないっていうのはちょっと繰り返し言いますけども、ちゃんと頭に留めておいてください。そう、プラットフォームを入れたらそういうクラウドネイティブは実現できるっていうものではないんですよ、ね、大事なのは、まあ、クラウドを導入して最大限にエンフォースされること、でそれを、まあエンフォされ続けるよっていうようなマインドセットを持つことがクラウドネイティブなんだっていうふうに考えています。こういったマインドセットがないままツールに走ってしまうと、まあ、なんかクラウドネイティブっていう考え方が流行ってるらしいじゃないかとか、マイクロサービスすごいじゃないらしいじゃないかって偉い人が言ってきて、じゃあクーバネツに入れましょうってなるのは大体アンチパターンになるんですね。やっぱそのマインドセットがないまま入れちゃうと、単純にさっきやったようなオンプレをクラウドに変えた時みたいな、オンプレをコンテナに置き換えただけ、ね、さっきの一本線でいうと一部だけが速くなって、ただところどころに人間が挟まず全体的に全然スループと上がってないよねみたいなことに陥りがちですと。例えばなんかいくら CI/CD 回したところで最終的にリリースするのに社内の承認が必要で1週間かかりますとか、ね、アプリ書き換えるたびに手動でビルドしてますとか、あと、ね、リリース作業をやるたびに毎回手動で、ね、クベ CTL のアプライコマンドを叩いてますとか、これあたりをやっちゃってしまうっていうのは結局マインドセットができてないからそうなるんだと思うんですね。これじゃ意味がないです。これはクラウドネイティブではないです、ね、マインドセットが重要っていうことは何か物を入れて達成できるものではない、一朝一夕に成り立つものではないんです、ね、ほんと地道なところです。例えばちゃんとテストコードを書くとか、でちゃんとそれを CI を回すところとか、であとは無駄な手作業はできるだけしないとか、意外とやってる人は多いと思うんですけども、例えばクラウドのコンソールに入って手動でポチポチ GUI 叩く、これもやっぱり無駄な作業なんですよね。こういったところを一つ一つ着実に自動化していきましょうと、これは地に足がついた積み重ねをやっていって、初めてクラウドネイティブっていう世界に達せるんじゃないかなというふうに思っています。はい、でこのあたりはですね、CNCF の方もね同じようなことを言っていて、この絵でね検索してもいただければ一番上に出てくると思うんですけども、クラウドネイティブトレールマップっていうものが公開されています。いきなりマイクロサービスみたいな方に行くんではなくて、こういった要素をこういった順を追ってね実践してみてくださいっていうものが出ています。このあたりもぜひ参考にしていただければなというふうに思います。はい、あとですね、やっぱりいろんな先人に学ぶって大事だと思います。先にですね、今話したような、まあ、組織の苦しみとか海の苦しみとか経験して大きなサービスに成長したっていう方々、まあ、世界でも日本でもたくさんいらっしゃいます。で、今日もですね、この後いろんなセッション予定されてまして、本当に学べる内容になっている、と思います。まあ、そういったところから実際事例を学んで、で自分たちのところでもやれるところからやっていくっていうのは大事だと思います。ぜひ今日のセッション楽しんでいただけたらなと思います。はい、で、そうですね、福岡もね、とてもいいイベントにしていきたいと思っていますし、7月ですね、クラウドネイティブ・ディーズ東京というイベントもやります。で、こちらもですね、同じように皆さんが規模とか問わず学べるようなイベントにしていきたいと思いますので、こちらの方もぜひ興味のある方はお越しいただければと思います。ちょっと時間が余っちゃったんですけども、以上になります。ありがとうございました。